どうも、動画が実家のお母さんに見られているタグチエンターテイメントです。いや、もうわかりますよね。このレムパーティーっぷりからわかりますよね。今日はもう新しいレムを迎え入れる日になってます。もう待ってますみんなで。で、もう本当に今回の購入したレムのタペストリーなんですけども、やばいです。本当に僕ね、ずっと発売する前からずっとお気に入りしてて、でも多分レムのキャラデザ史上 T シャツ抱き枕ポスターだなんだありますけど、一番可愛いんじゃないかなと思います。だから本当にね、今日胸にペースメーカー入れてる人とかはちょっと興奮しすぎてやばいので、ちょっと半目ぐらいで見てください。でも盛りの中学生とかはもうこれで 4,5 年はやれるので、もう本当にね、最後まで見ていただきたいんですけども、購入したタペストリーがこちらになります。意外と小さいなと思われている方いると思うんですけど、これ横幅がですね 52.5 センチしかありません。タペストリーとしてはもうものすごく小さいんですけど、ただですよ、ただ縦幅が150センチあります。ありがとうございます。等身大風でございます。抱きしめることもできる、キスもできる、壁ドンもできるって、もう最高の等身大風タペストリーになってます。で、デザインね、問題のデザインなんですけど、これまだ僕開けてません。でもデザインはまあ見てるんですけど、これちょっと皆さんに見せないで開封したいと思います今から。で、レムのグッズって本当にね、販売する前からAmazon売り切れちゃうんですけど、このタペストリーまだ在庫あるみたいなんで、概要欄貼っておきます。皆さん戦争してください。というわけで早速もう開けていきます。あー、肌触り非常に鬼がかってます。非常によろしいでございます。あ、もう頭出てますね。こっちかな、こうか。皆さん、では、お手元にティッシュの準備はできてますでしょうか。レムリン等身大タペストリー公開いたします。今のは鼻血の意味ですからね。ではいきます。レムリンの等身大タペストリーがこちらです。あー、これやばい。やばいよこれ、震える、可愛すぎて。まあレムリンの人気シリーズでウェディングレムちゃんとかもあるじゃないですか。でも僕はなんかちょっとね、あの結婚した感が欲しいんですよね。結婚した感がどちらかといえば欲しいっていうのがあったので、もうこのね、僕のジャージを着こなしてるレムちゃん、もう最高これ。本当にマジで、ちょっとね、あの遠目からでも見せましょうか一回。こんな感じ、遠目からの絵もね、全然ね、いいと思います。かなり色も発色も相当いい。というわけで、こちらのレムちゃんの萌え萌えタペストリー、気になるお値段なんですけども、4200円プラス税になってます。ありがとうございます。どんどんポチってください。概要欄どんどんポチってください。いや、もう本当にね、二次元コスパさんが出してるわけじゃないですけど、コスパ最強です、これ、本当に。もうこんな発色良くて4200円。もう、破格です、破格。本当に手触りも全然悪くないので、これ買いです。マジで買い、レム好きは。あれ?レムリンで、マトリョシカができそうだぞ。はい。レムリン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 。以上です。